そうなんですよね、まあ、ここ最近のゲーム見ててもやはりこの失点がこう自分たちのこうミスから、はい、あの失点してしまうシーンが多いですし、どちらもゴールを決めて2連勝したい、そんな話をしておりました。ゲームチェンジャーになってますけれども、松原さん今日スタメン楽しみですね。まあ、ものすごい楽しみですね。キッカーのクオリティも高いですからね。そうですね、まあ、キッカーもそうですし、それからこう合わせる選手なんかもね、はい、非常に空中戦強いですからね。さて町田ボールのキックオフとなりましたが、いいでしょうね、はい、パチャンレから対角のロングフィード、これに久保が追いつきます。角を取って落とし、坂木原間を通す、ポケットに森島が入ってました。さらに拾って坂木原クロス、ヘディング打ちた、決定機で名古屋グランパス。速いボール、ヘディング、ミッチェルデューク決定機でした。町田ゼルビア、相手コートでこう展開できますし、はい、逆にあのクロスのによってあの久保の良さっていうのはもっと出せるんじゃないですかね、はい。望月入れ替わった、望月折り返し、シュートを狙ったのか合わせに行ったのか、望月クロス、跳ね返ったボールも下田、かぶった久保、平川落として下田、切り返した下田、右で決めてみせました下田北斗。ことごとくセカンドを拾った町田、30分の先制ゴールが生まれました。分厚い攻撃でしたね。ですね、まあ、このセカンドボールを拾う、何度も拾う、これがまず一つ素晴らしかったのと、あとここですよね、下田のプレーなんですけど、左利きなんで左を切ってるわけですよね、はい、長屋の選手とすると、それをも逆手に取った深い切り返し、上回るっていうところがまず大前提の中で、はい、その攻撃のところだと思いますね、こういうところですよね、はい、これは奪って早く攻めます。さあ坂木原、坂木原カットイン、まだ持つ坂木原、こちら中山下げて野上、まあ、ここで前半終了の笛が鳴りました。準備、サポート、そういうサッカーのベーシックなところで前半は町田が上回る姿を見せました。さて名古屋、折り返したい後半です。谷が蹴って、オセフン、藤尾が行く、藤尾キープして味方を使う、下田だ、今度は左足、左右両足で決めてみせました下田北斗。ないと思いますけど、ここでまずしっかり稲垣に競り勝つで、ここをしっかりあの藤尾はコントロールして収める、もうあとはもう決めてくれと、シュート打ってくれというようなボールですから、まあ、ちょうど左足の彼の利き足のところにボールを置いてあげた、これはまず大きかったでしょうね。終了、連勝達成、町田ゼルビア。